朝ドラ『半分青いあらすじ予告』第17話『スズメにも運命の出会い』4月20日金放送分危機物語ある日の朝スズメが登校するためにバス停でバスを待っている時のことスズメの見知らぬ他校の男子生徒がスズメの前を自転車で通り過ぎていきました その時、その青年はカセットテープを落としました。そのカセットテープを拾い上げたスズメは、その青年を追いかけ、落とし物を渡します。落としたカセットテープを受け取った青年は、礼儀正しく、スズメに礼を述べました。投稿したスズメは、早速、リツ、ブッチャー、ナオたちに、その出来事を報告。報告を聞かされたリツは、スズメに言いました。 その青年ともう一度出会うことができたらそれはスズメにとっての運命の出会いになるのではないかと密にたきつけられスズメがその気になり始めていた頃、登校するスズメがバス停に向かうとそのバス停にはある人物がスズメのことを待っているのでした